小樽港周辺の空中写真。1976年撮影の12枚を合成して作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。小樽港は北海道小樽市にある港湾。港湾管理者は小樽市。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。小樽港は 北海道西部のシャコタン半島東側に位置し、石狩湾に球場に面する海岸線に建設している。北、西、南の三方が山に囲まれており、天然の良好になっている。札幌市までは約4 0キロメートルの距離にあり、高速道路や鉄道までのアクセスが良い。石狩湾振興は海上約2 0キロメートルの距離に位置しており、 小樽港との機能分担が求められている。1908年完成の広いサム設計による、小樽港北防波堤は、日本国内初となる社会構造が採用され、土木学会戦勝土木遺産に認定されている。また、小樽港と防波堤として、北海道遺産にも選定されている。近年は、クルーズ客船の機構が増え、関日本海クルーズ普及に向けた取り組みを行っている。 かつおサム不頭を13万トンクラスまで対応できるように整備しており、将来的には15万トンクラスのクルーズ客船が入港できる計画を持っている。また、現在6万トン未満のクルーズ客船を受け入れている第3号不当についても、将来的には13万トンクラスまで対応可能とし、客船ターミナルやバス駐車場などを整備する計画がある。 公共民間新日本海フェリー、小樽タ,ターミナルかつオサムフ島の北西部に新日本海フェリーが管理する新日本海フェリー、小樽タ,ターミナルがあり、現在のフェリーターミナルは1994年に春高七海地上五階建てで北海道の海の玄関口にふさわしいゲートをイメージしたシンプルで力強い彫刻的なデザインとなっている。本館の他西側に サテライト旨を設け上下専用ギャングウェイと共に空中保領で連絡されている。1869年に明治政府が開拓市を設置し、江戸地を北海道と解消して、本府建設を札幌に定めると、小樽の港は北海道開拓のための海陸連絡地となった。石狩丹田の開発に合わせて、小樽から札幌まで北海道うち 初となる鉄道が開設されると、石炭の積み出しや内陸部への物資供給の中継校として発展した。その後、エネルギー革命により主なエネルギー資源が石油に転換したことや太平洋側の経済発展などの影響を受けて、小樽港の役割も時代とともに変化してきた。そこで小樽運河の一部を散策路を有した道路、若竹著木場の一部は、 小樽港、マリーナ、石炭ヤードをはじめとした小樽地区公益周辺地区は、ウォーターフロント開発により、公園や商業施設などに変わった、フェリー航路コンテナ航路。ありがとうございます。